コボーイは？あれ？さてはこの状況におじけづいて、あそこだ！抜け上げしやがって！クロコダイルが白ひげを狙った！おやつ！久しぶりだな、白ひげ。懲りねえやつだな。俺との戦い方はすでに織り込み済みというわけか。水に触れたらお前は砂になれなくなる。この場にたどり着いた時点で俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。なかなかやるよい、エースの弟。こいつを親父に近づけるな。おめえほどの男がイーストブルーで腕一本落として帰ってきたときは誰もが驚いたもんだ。どんな敵にくれてやったんだ、その左腕。新しい時代にかけてきた。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。見てくれ親父、これ俺の弟なんだ。兄貴を助けに来たのか？そうだ、